はい、皆さん、こんにちは、岸田と申します。本日は、鎌倉殿の13人の演出解説をしていければと思っております。まあ、第3話から第4話の間のですね、金曜日にこの動画を掲載していると思うんですけれども、まあ、今回の動画に関しては、第3話の話、第4話の話というよりも、オープニングクレジット、まあ、オープニングのテーマ曲と、まあ、そこで流れる映像についての、まあ、解説をさせていただければと思っております。まあ、ですので、まあ、第7話に紐づ、えー、くものではございませんので、いつでも、どこでもお楽しみいただければと思います。で、本日ですね、その、まあ、オープニングね、まあ、ちょうどこのシーン、 のところででございいますすけけれれどどももお話しさせていただくんですけれども全部で5つの角度というかですね5つお話しさせていただければと思っております。まずですねまあ、今回のオープニングタイトル皆さん、どうですか好きですか嫌いですか、まあ、嫌いって人はあんまりいないと思うんですけれどもまあ、いろんなまあ毎年で NHK 大河ドラマっていうのはオープニングロール非常に楽しませてくれますよね、まあ、テーマ曲っていうのは。で例えば去年の「晴天を衝け」だと非常に厳かな、まあ、去年の,その作曲家の佐藤直樹さんはまあ利根川のあの あの流れをイメージしたところからこうスタートして音楽が流れていきますみたいなことを解説されていたりしたんですけれどもまあ今年のテーマ曲はですねまあその去年の「晴天を衝け」と比較をすると非常にアップテンポでこうワクワクするですねえあの曲唱になっておりますよねでそのオープニングなんですけれどもまあ今までもそういうアップテンポであのノリのいいというかテンション上がる曲いくつもありますけれどもまあ風林火山とかねいろいろありますけれども その今までの、そんなその風林火山であるとか、まあ、麒、え、麟、ー、が来るであるとか、そういったものともですね、もう明確に違うもの、今年のこの、鎌倉殿13人で、 初めてとなる試みっていうのがですね、あることが分かりました。まあ、このオープニングいつもとの違いなんですけれども、で、この今回のまあ話のんと出典ね、そのパクリって思われるとあれなんで引用元あ言いますと、あの、スポンジさんの記事で1月23日の記事で、まあ、異例のオープニングタイトルバックに2つの狙いというような形のですね、まあ、2つっていうよりも複合的な話では内容あったんですけれども、一応これを元に話をしますよと。前提で、ちょっとこれを整理させていただきました。まあ、どういう内容かで具体的にまあ3つなんですけれども、 まず今回のこのタイトルバック、まあ、つまり映像が流れる尺の長さっていうのは1分45秒であるということが書かれておりましたであの映像音楽が流れた後に長澤まさみさんの毎回内容の違うあのナレーションがえと少し挟まれてで最後に「鎌倉殿の13人」って出るじゃないですかそこまで含めると追加で、えー、ともうちょっとだから15足す。 十十五とか二十五秒ぐらい足すので二分十秒という形になるというふうに記されていました。でここ近年まあ日本の比較でいくと、晴天をつけに関しては二分五十秒あったようでございます。でキリングクルに関しても二分四十二秒なので、まあ約三分と言っても過言ではないのがだいたい相場。それより前もまあテーマ曲であるとか聞くとまあ三分何秒とかのテーマ曲が非常に多いので、まあだいたい三分が相場だなってところですけれども今回はまあ一分四十二 5で語りも含めても2分10なんで死者誤入的な感じでいけば、まあ、2分と言っても差し支えないレベル感でございますので例年に比べると短いという形でございますで短いんですけれどもでもこう映像を見ていったりとかその1人ずつスタッフあの出演者とかの流れを見ていってもなんかすごい急いでる感ではないんですね小栗旬。 荒垣ってこう順番に普通にこう音楽に合ってですね流れていくんですけれども,これでもそれなのにまあ長さが短い理由としては。 スタッフが実はこのオープニングの映像の中に含まれていません出てないんじゃないですよ出てなかったらねせっかく頑張ってるのに、まあ、失礼と言ってあれですかわいそうですけれどもでスタッフはこのオープニングの中には含まれていないけれどもオープニング終わった直後に流れるパターン、まあ、今まで3話ありましたけど直後に流れる回とあとあのー、映画とかドラマとかで言うエンドロール的な形で最後の終盤にその ああもうすぐ来週の話、来週こういう話なんだ、わくわくみたいなタイミングで流れるっていう2パターン、今回、鎌倉殿の13人で用意されているということが分かりましたで。スタッフは含めていないんですけれども、ほぼ含めていないでございまして、含まれているのは、まあえーえーえー、と脚本家である三谷幸喜さん、音楽、エバン・コールさんで、語り、タイトルバック、大事で、で 3G 地図監修。この辺の辺方々に関しては 出演者と合わせてな、えー、っていますよってことがですね記されておりました。で、この狙いですね、まあ、それはそうなんだって形だと思うんですけれども、その狙いに関しては、このようなことが記されておりました。 まず、このタイトルバック、まあ、今話した通り、まあ、相場が大体3分ぐらいであったんですけれども、その3分という長さが、長いという意見が、まあ、長年にわたってあったようでございます。ですので、なんていうの、ここ1年で、長いよっていきなり言われてきた、だから去年の晴天音助が悪いとか、その前のキリンが来るが悪いとかって話じゃなくて、まあ、長年にわたって、まあ、いろんな視聴者ご意見言いますよで。社内でもいろんな意見があると思いますよ。っていう中において、まあ、長いっていう意見があったと。 でまあ、その意見があるっていうのがじゃあ頭の中にこうあった前提でだけれどもじゃあ長いってなった時にその「01思考」でやめる続けるっていう問題でもないとそりゃだって毎年このテーマ曲ってすごく重要でございますので特別なものであり必要なものであるというところはその前提条件は 崩れない当当たたりり前前っちゃ当たり前ですよねオープニングのない大河ドラマなんて考えられませんのでそれは当たり前なんですけれどもでも長いっていう風になった時にさあ見るぞってこのオープニングの音楽ってすごい高な気持ちをね高ぶらせてくれるものでもあるので。 なんか長えな今日もオープニングみたいな感じになるとそのさあ見るぞっていう熱量が逃げていってしまうのでオープニングのその何分間かで視聴離脱してしまう人っていうのが、まあ、出てしまうというようなことが、まあ、一応このね複合的には想定されるともちろんねこの動画を見ている方っていうのは「鎌倉殿の13人」リピーターの方だったり大河ドラマのファンであるので大河のファンは長い短いぐらいでその見るのを見続ける見続けないっていうのを決めることはないですけれどもまあほら軽めに見てる視聴者の方はそれ一定量ございますので そういった方々の気持ちを逃してしまう可能性が恐れがあるよとっていうようなことを踏まえた上で今回のこの尺の短縮につながりましたよということのようでございました。なので まあそういったですね感じで、まあ、そうなんだって形ですね、まあ。今年は短いよと。で短い理由としては、社内でまあ長いっていう意見があったと。でも、なくすっていうような考えはないですよと。なので、短くしつつ、でも焦ってる感は出したくないので、スタッフに関してはちょっと外側に出す形でうまく配慮をしようと。なので、オープニングのワクワク感っていうのを前面に出して、短く簡潔にと。なるほどなというふうに思うような感じでございますよね。でそれに対して、まあ、私が個人的な意見ね、多分、結構ね、同じようなご意見 の方いらっしゃると思うんでぜひ皆さんのご,、ね、ご意見も伺えればと思うんですけれども私個人的には、まあ、時代ゆえの部分っていうのがあるので判断としてはまず納得している部分っていうのがあります要はえっ、ー、と YouTube でもそうなんですけれどもあのショート動画って YouTube 始まってるじゃないですかでこれってやっぱり TikTok が、ねまあ、あの好き嫌い皆さんもあると思いますけれども TikTok であるとかそういった短めなショート動画インスタグラムの動画とかもそうですけれどもそういう短い動画の その需要っていうのが良くも悪くもやはり今年々増えているんですね。で、あとは、これはその私、映画業界に片足突っ込んで仕事をしている人間としては、いろいろと難しい問題ではあるんですけれども、まあ、そもそも YouTube、YouTube 言っても、私のちょっと YouTube は長いですけど、やっぱり10分ぐらいの動画って非常に多いじゃないですか、10分5分10分の動画って多いと思うんですけれども、やっぱり5分10分とか、そういう短い動画コンテンツっていうのに、 を見るのが慣れている人っていう若者特に年々増えてるんですねこれ言葉を言い換えると長いものを集中して 見たくないいいっっってててうう人が増えちゃってるっていう実情もありますですので、大、ま、河、あ、ドラマの尺を45分っていうものを減らすってことは基本的にはそりゃ考えることではない、それだったら見るなんて十分だと思うんですけれども、でも、オープニングなんか中だるみする、いいや、やめよっていうのは極力避けたいと、まあ、工夫をした上でそこでい視聴維持されるのであれば、それに越したことはないし、でこれ映画においても、まあ、連続ドラマであるとか、ネットフリックスのドラマでもそうですけれども、 一回ハマったら見続けますのでね。なのでやっぱりそういった意味で、とにかく最初ハマってもらうっていう意味で、まあ、そのオープニングのところが長い、やめよっていうのを極力それは避けるっていうのは全然まあ時代ゆえなので判断としてはまあそういう時代だよねというふうに思う部分があります。なので別に NHK の判断としてはまあこの時代だったらそういう判断になりますよね、大変っすねみたいな感じには思います。まあ、ただ自分としては あ自分としてはやっぱ3分で今まで気にならなかったっていうのが正直なところの本音ではあるので、なんかちょっともやる部分もありますよね。だからこれ今年の大河の出来とか、あの、オープニング、オープニングめっちゃ好きなんですけど今年とかのうんぬんじゃなくて、その時代、なんていうの、時代に対するもやもやというか、 まあ、ショートの時代だよな、ふむふむとか言いながら、私、毎回30分くらいの動画、バカバカ出して、皆さんご視聴いただいて、大変ありがたいんですけれども、まあ、ちょっとそ気になる部分でありますけど、皆さんはどのようなご意見をお持ちでしょうか。 でこのオープニング今年の鎌倉殿の13人のオープニングの曲なんですけれどもすでに iTunes で先行配信されています、まあ、全体のサウンドトラックは2月上旬の発売だと思うんですけれどもあのオープニングのノリノリ曲に関しては既に聴くことができますで、まあ、めちゃめちゃ私好きなので今年のテーマ曲何度もこうリピートをしてですねワクワク感をこう、ね、あの保ちながらいろいろと動画作る時とか流したりしているんですけれどもでもね聴いて何回も聴いても やっぱちょっっと燃ややるる部分がああんですよあのねやっぱり2分なんですよね2分の音楽なので何て言うんだろうな「キリンが来る」で言うとすごく分かりやすいんですけども上がって落ち着いて上がって上がるみたいなそのテンション上がって感じの,その尺が短いのでなんか物足りないんですよ音楽はいいの音楽はいいんだけれども,もう言いたことはありますだからなんうの 5分のアレンジしてみたいなそういう、そういう気分になりますね。5分ぐらいの曲として、えー、聴きたいなっていうふうに、こう、すごく思う部分があるので、 なんかね、音楽はいいけど、まあ、なんていうの使われなかったバージョンでもいいんでリリースしてくんねえかなとか,なんか個人的にはそう,いうそういうもやりを正直今年の,このオープニングに関しては感じております、ね、皆さんはそのいかがですかねで、まあ、改めて、まあ、今年の曲はいいんでだからメロディーはすごく好きなので全然文句とかじゃなくて、ね、あの時代ゆえかとうう思う部分なんですけれども、まあ、そんな,なんかちょっと改めて、ね、せっかくこうオープニングのテーマ曲の話をするので。 まあ私も別に大河ドラマね、一から今まで全部見てきたわけじゃないので、あのーまあ、生まれて私も35歳で,で、全然ね、学生になって以降にちゃんと見ているわけでございますので、まあ、言うてもせいぜい十数本しか見てないんですよ、通年では。なんですけれども、まあ、じゃあ、テーマ曲何が一番好きかっていうのを改めて考えてみたんですね。で結論として3つ で私の中で絞ってその3つから1位を選ぶことはできなかったのでとりあえず3つ言わせてくださいでぜひ皆さんのご意見も聞かせてくださいやっぱこの3つですね私が好きな音楽っていうのはやっぱキリンが来るのキリンが来るのはオープニング映像を含めて本当多分ねなんか2年前だからって思われる方いらっしゃるかもしれないですけどもいや歴代ベスト級だとやっぱり私は思えますねあの音楽と高鳴る音楽と映像っていうのはすごくいいですよね そしてやっぱり龍馬伝に関してはもうテーマ曲がいいってだけじゃなくてもうその他の挿入歌ももう神級だったと思う、まあ、佐藤直樹さんが、ね、やられておりますけれどもだと思うので、まあ、龍馬伝はやっぱり記憶に残ってますしなんなら今でもちょっと元気がない日に龍馬伝のテーマ曲を流すと元気出たりしますので、まあ、龍馬伝は鉄板ですよねそして風鈴火山ですね風鈴火山のもう,もうあのぜひ聴いてください聞聞ける いいけけけるとでで探し聞いていただれればと思うんですけれども風林火山もですねすごくこう風林火山と龍馬伝は曲調は全然違いますけれどもこうテンションをこうもうアップテンポで爆裂にこうテンション上げてくれるまあ言うならば鎌倉殿の13人もまそこに部類するものなのかなっていうふうには思いますキりがくりはやっぱちょっと重厚感っていうのがね、まあ、龍馬伝ど,どっちも取っ,ってる部分はありますけども重厚感っていうのがあるので、まあ、この3つがやっぱ個人的にはすごく好きな3つだなというふうに改めて思いますね もちろんあれなんですよ他のものも、まあ、好きなんですけど「勘弁」とか「青天を衝け」なんかね今年の物語を。 あ去年のその物語を改めて振り返ると、まあ、あの曲がベストだったと思うんですけど、まあ、曲だけ取るとという感じで、まあ、伝説級に多分今後も,、まあ、でも好きな人も多いと思いますので、まあ、伝説級に語り継がれるだろう名曲として3つ挙げさせていただいて「鎌倉殿もこれぐらい長い曲で聴きたかったな」もう何度でも言いますけれども思う次第でございます。はい 大河ドラマのオープニングって当たり前ですけど1年間同じ曲じゃないですかでもその中で当然楽しみっていうのがあって、まあ、当たり前のことなんですけどとりあえずちょっと言わせてください、まあ、それはやっぱりキャストが徐々に変わっていくっていうのが、まあ、面白い部分ですよねこれ去年の「晴天をつけ」たって非常に分かりやすくて、あのー、キャストがまあ毎回ね変わりますよね当然時代の流れがありますのでなんですけれども多分去年の「晴天をつけ」だと全41話中、えー、と41話44話どっちだっけちちょっっと忘れちゃった んですけれどもえー、とりあえず前話のうちの1話か2話を除いて全部中盤の一番曲が盛り上がるところが草なぎ強しいというふうに出るところがあったんですよだからなんかそういった日々人が変わるのも面白いけれどもその中の鉄板的に変わらないものっていうのも 見ていていい面白い部分がありますよねだから今回の「鎌倉殿の13人」で言うと当然一番最初の小栗旬はほぼ変わらないと思います。で、えー、と荒垣ゆ衣さんも、まあ、基本前半は出ずっぱりだと思うんで小栗旬、荒垣結衣は基本鉄板ですよね。で菅田将暉さん出る時は多分次が菅田将暉さんなんですよね。っていう流れなんですけれどもまあ、今回だと面白いのが最後の2人。最後の2人 あの後ろの方って当然重要な人物で改めて出てくるので今回最後の2人が大泉洋さんで一番最後は西田敏行さんなんですよねなのでこの締め止めの2人っていうところのもう面白いですけれどもまあシナリオブックを見てる感じだとまだ中盤までしかシナリオ明かされてないですけども二十何話までは頼朝も出るんですけれども当然それ以降は出ない後半は出ないと思いますのでそうすると今後 西田さんも大泉さんも途中で退場するのは間違い、まあ、歴史的に間違いないので、ってなった後に、じゃあ誰がその止めを演じるのかってところとかですね、今後非常に気になる部分でございます。まあ、この鎌倉殿の13人、13人って名前ついている通り、13人の合議制って言われるね、今後その13人の権力体制っていうものが築かれていく話なんですけれども、13人のうちのキャスト発表されてるのはまだ9人だけなんですよね。なので、あと4人まだシークレットキャストなんですよ。当然多分重要な人物が、まだ未発表キャストの中には含まれておりますので、 それを考えると、まあ、結構な大物級の方とかがまだ控えている可能性というのは十分に、えー、あり得るので、まあ、その辺キャスティングの発表されるまで楽しみに私個人としては待ちたいなというふうに思っております。まあ、そんなところでございますかね、まあ、今回の今年のこの映像のこの何て言うんだろうな平和洋館というか石像がね、特にここ最,後ここ最初のところかあの最後のところで、 13人の石像が順番に砕けていって最後義時だけ残るっていうのとかあれ今後結局その13人の合議制の中で13人でバトルするわけじゃない13人のうちに人ずつこう退場していくんですよで結果的に義時がまあ権力を掌握するっていうような流れには史実としてはなっておりますので、まあ、その辺のなんていうんだうな暗示っていうものもこのオープニングのこの映像には あの示されているのでその辺もですね今後どういう物語の展開になるのかなってところとか非常にワクワクしながら引き続き楽しく見ていきたいというふうに思っております。 はい、以上でございます。まあ今日は軽めでございますけれども、まあ1年間オープニングこれあるものでございますので、私個人のちょっともやもや感もお話しさせていただきましたけれども、曲としてはアップテンポで非常にノリのいいものでございますので、ぜひ1年間ですね、まあドラマ、ストーリー楽しんでいく当然ですけれども、オープニングのちょっとしたそのね、キャストの順番の変更とかも、えー、ぜひ楽しんでいければと思っております。はい、本日は以上になります。ご視聴いただきましてありがとうございました。それでは。